おはようございます。イングリッシュ YouTuber の高野文夫です。今日は11月2日土曜日、高野文夫のマイビデオダイアリーをお届けいたします。毎回私はですね、コミュニケーション上の重要なポイントを一つお伝えしてますが、このほどは7回のシリーズで、国際的に有名なですね、プレゼンコーチ、イギリス人ですが、ニック・バーリーの7つのプレゼンの要点、テクニックについてお伝えいたしております。どのようなプレゼンでもその日のオーディエンスの特徴を知らずに行えばバカです。今日はどのようなオーディエンスが何を求めて集まってくださっているのかということをしっかり知った上でプレゼンは行うべきです。プラスですね、今日のオーディエンスの中の、営業のプレゼンの場合はですね、今日の購入決定権限者はどなたなのかということをですね、しっかり知った上で最後の場面ではですね、その購入決定権限者に向かってですね、ビシッと腹に落とすようなプレゼンをしなくてはいけません。はい、ニック・バーリーはですね、7つのプレゼンの要点を説いてますが、この間お話しした第1は数字です。3というですね、我々人間は3というミラクルの数字がありますので、同じ言葉を3回続けざまに話すとかですね、3段階で説明するとか、3にこだわるべきです。同じ言葉を3回発信するとかですね、これは印象付けたいという言葉を3つだけ発信するとかですね、3という言葉のミラクルと、今日はオーディエンスをいかに事前に調査してですね、今日のオーディエンスは何を聞きたいのかということをしっかり分かった上でプレゼンをしなさいというお話でした。今日もお聞きいただいてありがとうございました。